テンダーロインズのテンダーレイド。皆さんこんばんは、井上です。今日はですね、ジョー君がお休みということで僕の一人の回答になります。よろしくお願いします。なんでジョー君がいないかというと、ジョー君は、某国にパーカッション修行としてですね旅立ちまして、武者修行の旅に出てますんで、もうすぐ帰ってくると思うんですけど、来週は二人で話している様がまた聞いていただけると思いますが、今週はちょっと私のソロにですね、お付き合いください。で、今日何をやろうかなと考えたんですけど、まあ、せっかくソロなんで、まあ、僕がテンダーロインズ以外で作った曲といいますか、テンダーロインズを結成する前に作っていた曲を紹介させていただいて、まあ、せっかくラジオなんでね、ラジオらしく、たまには3曲ぐらいですかね、今日はね、音楽を紹介させていただければなというふうに思います。ジョー君がいないとやっぱりですね、合いの手がないとなんかこう無言の時間ができてしまうんですが、今日は、じゃあ何の作品を聞いていただこうかなと考えたんですけども、前回確か一回モラトリアムーンっていう曲をな、このラジオの何回か目かで、ジョー君が好いてくれてる僕のそのソロの曲っていうことで一回流したと思うんですけど、そのモラトリアムーンが入ってるアルバムのですね、まず紹介をさせていただきたいと思うんですけども、スタディーズ・バッド・グッディーズ2006-2011っていう、まあ、僕が、某商社でですねサラリーマンをしながら作った16曲入りのアルバムがあるんですけども、これは本当に何て言うんですか、この間聞いていただいたサイレントロックスターがあれ20歳ぐらいの時に作ったっていう話だったんですけども、これは2006年から2011年の間にコツコツと宅録をした作品集でありますんで、僕がだから22歳から27歳とかそれぐらいの間の作品集であります。サイレントロックスターはなんか初期衝動がなんとかとかいう話してましたけど、それから2年後ですね、サイレントロックスターの時はまだ8チャンネルの MTR を使ってましたけど、このスタディーズ・バッド・グッディーズからはいよいよパソコンで音楽を作り出した最初の作品でありまして、まあそうですね、まあ、本格的にというんですかね、でもまあサラリーマンだったんですけども、サラリーマンをやりながら、まあ、少しこう音楽の作り方が分かってきたかなっていうか、自分なりのやり方がいろいろ楽器も揃えてですね作れるようになってきたぐらいの頃の本当に初期の作品で、まあ、このスタディーズ・バッド・グッディーズっていうのは、まあ、今画面にジャケットを出そうかなと思うんですけど、なんでこのスタディーズっていうのは何かっていうと、これまあ修作、習っている作品と書くあれですね、修作時代の作品ということで、なんかまあまだ誰々の影響から抜け出せてないっていうか、自分が影響を受けたアーティストっぽい作品もまああるんですけど、まあそれはそれで今聞くと懐かしいし楽しいというかですね、もろに自分が好きな感じが集約されたアルバムになってるんじゃないかなと思いますんで、終作だけどいい作品群だよっていう意味でスタディーズ・バッド・グッディーズという名前にしましたね。このジャケットの絵もね、自分でイラストレーターっていうのを使ってですね、いろいろ試行錯誤しながら全部自分で作ったので、これに関してはもう本当に作品全部が自分一人の手で作ったっていう感じのアルバムですね。誰の力も借りずにというか、まあ中にはね、歌詞を実の兄貴と一緒に考えたっていう、まだ実家の千葉の実家にいる頃に作りましたんでね、そ
そういうエピソードのものもあるし、このアルバムの中のね、まあネットで調べていただいたらね分かると思うんですけどね、この曲このどれだったかな、10曲目だ、流れた季節なんかはね、その当時千葉の松戸だったんですけど、僕はね千葉の松戸に住んでた、実家に住んでた時の隣の家の犬がね、夕方になると必ずね遠吠えをするっていう、まあ、よくある光景なんですけども、でそのワンちゃんの声をねレコーディングしてね無断でワンちゃんには無断で使わせていただいているとかね、そういうこう手作り感満載のねアルバムになってましてね、もう一曲、11曲目のね安心という名の電車に関してはね、これはね確か千葉のね、もうサラリーマンになって津田沼かなんかに引っ越しして一人暮らしをしてるんですけど、その時ねそれもね近所にね夏ねすごいセミがねめちゃくちゃ鳴くんですね、それを収録してねそれを使わせていただいてるっていうね、こう動植物、植物じゃないね、動物とか虫とかのね音色をね宅録ならでは の勝手にね、勝手にっていうかまあ収録したまあすごいアットホームなね身近な作品になってると思うんでね、その辺もぜひ注目していただければなっていうふうに思います。じゃああんまりこう話も長くなってきましたんで、早速一曲流しましょう。じゃあもう本当にこのアルバムの1曲目、自分でも今聴いてもすごく好きな、代表曲ですね、逃亡者っていう曲です。聴いてください、どうぞ。またやっちまった、とにもかくにも逃げろ、やっちまった、ついやっちまった、西に東に逃げろ、満月の夜はあいつが現れる、三つ数えたら消えてなくなる、俺はそう「またやっちまった」「猫もシャクシも逃げろ」「やっちまった」「なぜやっちまった」「それを忘れて逃げろ」「ぼんやりしてたらあいつにさらわれる」「三つ数えたらすべて忘れる」「俺はそう」
聞いていただいたのは、スタディーズバッドグッディーズ2006-2011から、逃亡者でした。この曲にもいろいろエピソードがあって、せっかくだからいろいろ喋りたいんですけど、これはまあ歌詞で言うと、まあ聞いたら分かる通りですね、家賃滞納してる男がですね、大家さんから逃げ惑うっていう、そういうテーマっていうか、そういうストーリーなんですけど、途中、歌詞の途中で岡山へランナーウェイとかね、名古屋までランナーウェイ、石川までランナーウェイみたいな、そういうちょっと地名が、日本の地名が4つ出てくる部分っていうか、ギターソロの裏かなんかでコーラスで入れてると思うんですけど、で左右別のコーラス入れてて、右側からそういうセリフが入ってて、左はまた違うセリフを言ってるみたいな部分があるんですけど、その地名っていうのは大学生の時に、その前回のね、前々回か、聞いていただいたサイレントロックスターを作った時のバンド、オクトプリンスのメンバーの出身地ですね。そのメンバーたちへの、こう、愛を込めてじゃないんですけど、感謝を込めてじゃないですけど、なんかこう、地名を入れようってなった時に、当時はまだ、ね、解散っていうかね、そのバンドをやってた記憶がまだ真新しかったんで、そのバンドメンバーの出身地をね、静岡、岡山、石川、名古屋だったかな、メンバー5人で、僕以外のみんなの地名を、出身地というかね、お入れさせていただいたっていう、ちょっとこうアットホームなエピソードなんですけど、っていうのがありましたね。軽快な感じで、勢いというかね、なんかこう、それもサイレントロックスターと一緒なんですけど、初期衝動というかね、作ること自体がもうすげえ楽しいっていう、なんかいうノリに溢れてるっていうかね、今聞いても自画自賛っていうやつですけどね、自画自賛ですけど、自分でも大好きな曲です。またなんか、ね、いいなと思った方はね、ぜひね、配信してますんでチェックしてみてください。次はね、そしたらすごい音が気に入ってる曲がありましてですね、よく撮れたなっていうね、今も使ってるアコースティックギターで撮った曲なんですけど、それは実の親父のですね、親父のおフルのギターで、僕のインスタグラムをフォローしていただいている方はですね、それはつい、この間ですね、写真であげたばっかりの、ギターなんですけど、これがすごい優しい音色がするというんですかね、もうだいぶ昔のモーリスのギターなんでね、木が乾いてて、すごい可愛いじゃないね、優しい音がするんですけど、それで撮って、まあ、音が、まあ、曲もですけど、すごいね、あったかい感じで、今でも気に入ってる曲がありまして、それがスタディーズ・バッド・グッディーズの、5曲目の都会の子供っていう曲なんですけど、まあ、とりあえずこれはまず聴いていただくということでですね、では、聴いてください。都会の子供。お家に帰
聞いていただきましたのはスタディーズバッドグッディーズ2006-2011から都会の子供でした。この曲もちょっとねせっかくなんで解説をしますと、僕はあの千葉県の松戸市の出身っていう何度も言ってるんですけど、そこは非常にまあ普通のベッドタウンなので、なんか昔からこう田舎に憧れがあったというか、こう、まあ、それはね大学生になったりとか社会人になってから、じゃあ休み長い休みにね田舎に帰るって時に、なんかこう千葉の松戸だとね、まあそこ出身の人がいたら申し訳ないんだけど、あんまりこう田舎に帰ってきたっていう感じはしないんですよ。僕はしなかったんです。でさらには両親は九州の出身だっていうのがあって、両親は自分の田舎に帰るときにやっぱりこうね東京っていうか千葉からね、その山の中にとかね海のそばにとかっていうふうに帰るのを一緒についてったりとかすると、まあなんかその自分もそういう田舎大自然で育ちたかったじゃないけども、まああのなんかそういうのが欲しいなというか、自分のアイデンティティがなんかね濃くなるような錯覚をしてたんですまあどこで生まれようが濃い人は濃いんですけどね、まあ、錯覚をしてたんで、そう。ただねやっぱりそのこの曲で言いたかったのは、田舎で生まれようが都会で生まれようが、そこは生まれたところは生まれたところがその人の田舎というか、その人にとってのふるさとであることは間違いないっていうかね。だから僕にとってはもう今はねあのその家はないんですけど、あの生まれ育った千葉県松戸市のあの風景がね、ベッドタウンの風景が僕にとってのふるさとだし田舎だし、でこの曲は非常にあのあったかい僕の記憶の中のあの家のあったかい音が再現できたかなっていうね、まあそこで撮ったからそうなんですけどすごいなんかそれが出てるかなっていうふうに思ってて、まあ、それも自画自賛なんだけども一生の宝物っていうかね、いいものが撮れたかなと思ってみんなにも聞いていただきました。じゃあもう今日のレイディオは最後の曲にしようかな。と言ってもこのスタディーズバッドグッディーズ本当にまあね、みんなにも聞いていただきたいっていうのがあるので、まあまた機会を見つけてというか、まあソロの関与ではまたね紹介することもあると思いますんで、またぜひぜひね楽しみにしておいてください。じゃあ最後の曲はもうね、まあこのアルバムの16曲目最後の曲がその名前の通りさようならっていう曲なんで、これを聴いていただいて今日は終わりたいと思います。これなんかはちょっと作った後改めて聴いてて勝手に思ってるんですけど、なんかエレカシっぽいなみたいな風に思ってるんですけどまあファンの人がいたら違うよって言われちゃうと思うんですけど、でもまあ自分ではやっぱり好きな曲で、歌詞に関しては非常になんか作り物じゃなくて、その時ねこれ作ったのは確かサラリーマンとして北九州転勤してまたこっちに帰ってきて本格的に音楽を始めたいとか思ってた頃だったと思うんですけど、よくその辺ちょっと定かではないんだけど、転勤が決まってこっちから北九州に向かう時に作ったのかな。まあ、とにかくその時の本当にのなんかそのさよならを言う人に対しての思いを素直に書いた詩なので、そこを注目していただければっていうか楽しんでいただければと思います。では、最後の曲です。スタディーズバッドグッディーズ2006-201116曲目のさよなら、どうぞ。だから